バインリナックスは RPM 系の日本国産リナックスディストリビューションである。1998年にプジェイのメンバーを主体として開発が始まった。以前はレッドハットリナックスの派生であったがバージョン3.0からはプロジェクトバインのメンバーを中心に独自に開発が進められている。開発版の名称はバインシード。各バージョンのコードネームは ワインの名称から取られている。リナックススタンダードベースには準拠していない。2021年5月4日、バインシード以外のすべてのリリースの終了が告知された。1990年代後半、海外製のリナックスディストリビューションがまだ日本語に対応していなかった時代に登場した、バインリナックスは日本語に対応するリナックスディストリビューションの先駆けの一つである。 2001年頃まで日本語環境を必要とするユーザーに人気があった。しかし、Linux が広まるにつれて、Fedora や Ubuntu などの初心者に優しいディストリビューションが登場し、それらが人気になった。開発はプロジェクトバインを中心に行われており、皆が自分の欲しい OS を作っている。他のメジャーなディストリビューションに比べセキュリティの修正が遅い場合もある。 e m a x s Radex の日本語環境などのデフォルト設定、プログラミング環境、JM プロジェクトの日本語マニュアルの採用という特徴がある。また、プロジェクトバインが開発している v l ゴシックフォントファミリーが標準で採用されている。セキュリティはバインリ Linux キュリティウォッチチームが対応しており、修正プログラムは原則として、 次のメジャーバージョンリリースから1年後まで提供される。修正パッケージはソフトウェアのバージョンアップではなく不具合箇所の修正のみが基本方針となっている。セキュリティの修正のためにソフトウェアの挙動が変更される問題を防ぐためである。マイナーバージョン同士では大きな変更がないため修正パッケージを共用できる可能性が高いがバージョンアップが推奨されている。 これは新しいマイナーバージョン環境で修正パッケージを作成しているためである。バージョン 6X より PPC は対応アーキテクチャから外された。バ i n プラスはバ i n d Linux 対応の RPM パッケージである。各 RPM パッケージはプロジェクトバ i n が管理するサーバで配布されているが OS をアップグレードした場合に動作しなくなる。 可能性があるなど自己責任で利用する必要がある。過去にはバインプラスにある RPM パッケージのインストールに必要なパッケージがサーバーにないという事例も存在した。バージョン3.0からバインプラスは細分化されメンテナが不在で更新頻度が極度に低いパッケージはエクストラスややーファンドというリポジトリに分離された。 これらは APT Get を使ってインストールすることもできるが APT の設定ファイルを書き換える必要がある。バ i n プ Plus は原則として FHS2.3 には準拠しておらず FSSTND1.2 に準拠している。特許内容を実装しているソフトウェアのように使用制限があるソフトウェアは利用者自身がインストールする必要がある。 Vine Plus はそれら RPM パッケージを作成するための SRPM パッケージをノンフリーリポジトリに用意している。Vine Linux の主要なバージョンにはコードネームが付けられており、Vine Plus などのパッケージやサポート期限もそれに応じて用意される。ありがとうございます。